こんにちは。インスタグラムと引き寄せの専門家の田尻彩子です。今日は Facebook ライブの、内容の構成についてお話をしてみたいと思います。で、まず Facebook ライブの時間なんですが、だいたい1時間ぐらいを目安にしてください。ただ最初時間配分とかですねがうまくこうできないなっていう場合は、例えば30分から1時間ぐらいやりますっていう風に幅を持たせておくとやりやすいと思います。で、LINE アットにですね、Facebook ライブを見た方に LINE アットに来ていただきたいので、だいたい15分に1回ぐらいですね、紙に自分の、これちょっと前は私がやったやつですけど、で、Facebook ライブがですね、鏡状になるので、ちょっとこれは逆向きですけど、15分に1回ぐらい自分の LINE アットのですね、ID、 これプレミアム ID 取った方がいいです。有料で、1年間2500円ぐらいで、2年目が半額ぐらいですね。で、覚えやすい ID 取ってた方が来てもらえる確率が上がるんでですね、15分に1回ぐらいに、この自分の、ID を見せて、で、もっと詳しい情報はこちらへとか、無料相談こちらへというふうに誘導してください。で、ライブが始まって、最初にですね、することは挨拶とか、あと、自然な形での権威づけですね、自分が、どういう実績があってとか、要は聞いてくださる方って、相手がどれぐらい専門家かによって、この先生すごい方だなって思うと、しっかり聞いてくださったりするので、相手がしっかりこう頭に入ってもらうためにもですね、この自分の実績とか、どういう専門家で、どれぐらい学んできてとか、そういうのを自然な形で権威づけをして、でそれからヒーローズジャーニーですね、自分の生い立ちとかだったり、あとは、今教えているものを知ることで自分がどんな風に良くなったかとか、自分の理念っていうのを、最初にお話をしてください。で、このヒーローズジャーニーをした後に、本題に入っていって、で、最後はこうちょっと雑談で締めるみたいな感じなんですけど、で、大体シナリオをしっかり最初に作っておくことがすごく大事なので、紙とかにですね、最初の例えば15分は挨拶とヒーローズジャーニーで、その後に、15分から20分ぐらいノウハウの話をして、で最後10分間ぐらいまとめっていうシナリオですね。で、あとですね、このシナリオとか話す内容もそうなんですけれども、できるだけその Facebook ライブにしても YouTube ライブにしても、見てる人たちとのコミュニケーションを取ってください。一方通行じゃなくて、できるだけキャッチボールになるように。で、どんなことをするかっていうと、例えばライブが始まったら、見えてますかって、手を振って見えてますか、見てる人がいたらこういいね押してください、あ、押してくれてますね、ありがとうございますみたいに、こう反応に対してこちらが何か返すことで、維持率が上がるんですよね。継続して見てもらいやすいので。で、コメントも促してください。これ聞こえてますか、聞こえてたら聞こえてるよって言ってくださいねって言って、で、コメントは必ず一個一個拾うようにしてですね、で、コメントをくれてる人には、あ、〇〇さんありがとうございますって、こうコミュニケーションが生まれるようにしてください。そしたら自分一人で喋るよりも、そのコメントに対して返事をする、質問、なんか質問してくださいとか言って、質問が来たらそれに対して返事をするってなった方が、見てる人もですね嬉しいですし、コメントしてる人嬉しいですし、退屈しにくいですし、自分も一人で喋ってるよりも、来たコメントに対してお返事してるっていう形の方が楽になると思います。で、なので、そういうふうにですね、30分から1時間ぐらいコミュニケーションを取りながら、
テーマになる内容っていうのをお話ししていて、で最後はあの無料相談に、お話がつながるようにしてください。で、あの例えばですけど、私は、まあ、こういうテーマについてあの貢献したいと思ってるの であの、まあ、これを見た方で、何かこう直接聞きたい相談したい方は、例えば明日の昼の12時に募集を開始しますとかですね、っていうふうにですね、あのその後の無料相談につながるようにしてですね、で、まあ流れとしてはそんな感じでやってみてください。どうもありがとうございました。